皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みーです。今回はマルチ土管貯めてまいりましたので30連分打ち上げていこうと思います。今回はね、前回に比べて、おお、あれ、あ、違う、もうやだ、もう毎回こうなるのやだ、本当にUR 枠から風船外してくれ。おお、違った、マシンポイントアンロック UR チケット、いいですね。ちょっと幸先良さげですね。アイテムチケット5枚。なんか前回よりはね、めちゃめちゃ集めるの早くて、のこのこ風船結構ね、いい感じにゲットできたよ。ハートバルーンコインありがとうございます。だけど300円か。スターチケット3枚。お、デイジーコイン3000、でかいもうこれコインもらうための土管みたいになってるわ。 H2O ゲルトン、スターチケット3枚。うおー、もう10連終わったの早っまださ、ちょっと朝早いからさ、噛んじゃった、頭がぼーっとしてて、もう喋ることどうしようみたいな状態。ねえねえ、ゴールド土管じゃないんかい。ここ風船来ない可能性あるってこと？風船があるからアイテムチケット10枚、ゴールドも出てくるわけじゃん。いや待ってよ、パラシュート、なんか前のさ、10連土管みたいな感じなのかな。もうほぼゴミみたいな。コイン2000、いやこれは UR と同じぐらいの、いやそんな感じかな。ロイコイン400円400円ってルビー、え、これはさすがにゴールド爆だろ。このルビー3個ってめっちゃでかいよ。お急ぎチケットはいらないお急ぎチケットあんま使わねえから。パラフォイル、あ、でもね、ここ最近のあのツアーギフト開封動画で結構使ってはいるのかな。カロン、それでもさ、その溜まっていく感じと使っていく感じの割合がおかしいよね。グライダーポイントアンロックレアチケット、終わったわ。どうしようこれ、動画がマジで動画1分ちょっとで終わるんじゃないかこれ。だとしたらショート動画で出しても、おー、いいもんね。まあ、なんか私の喋ってるのカットしてさ、もうその部分、あー、まあ触っちゃった、その部分だけをカットしてってさ。うわ、ガタゴト6個ありがてー、レベル2に上がった。使ってないけど、あんまりあんま使ってないけど嬉しい。これも嬉しい、キャラポイントアップチケット3枚。今のいいな、アメック風船。これさ、コインに変換されないってことは持ってないってことだもんね。ピンクマッシュ、マシンポイントアップチケット3枚。いいね、ポイントアップチケットが欲しいよ私は。ルビー3個合計でルビー6個ゲットかな今回。スターチケット3枚。私のね、どんどんなくなったスターチケットを補填してってくれてる。キラー風船、風船って何種類ぐらいあるんだろうな。悪い意地風船、これは前も出たもんね。終わったわでも30連目が一番よくかかかかんじゃった。あと引けるもんなんてもうないってあ、まあこれがワンチャン引けるかな、1回くらいみたいな感じか。じゃあこれラスト引いて終わりましょう。時間が何分になったか分かりませんが、多分2分半くらい。ルビー3個嬉しい。合計で今回は3、6、9、合計9個のルビーをゲットできたのかな。それ以外はね、チケットとかもちょこちょこゲットできましたし、スターチケットもまた2、3枚じゃないか、6枚くらい増えたんかな。またね、次回新しいツアーが始まったらフレンドマルチ開催しようかなと思っておりますので、その時は皆さんよろしくお願いいたします。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。